はい、そしたらパテを使ってポケットを作ります。ちょっと多いかな、ちょっと少ない、これでも多いかな。本当にね、使う量って少ないんですよね。本当先っちょ少しずつね使えるようなパテとか販売してくれたらいいのになって思いません？なんか細いチューブみたいなやつでね、あったらいいのになと思うんですけど、よいしょ、これでポケットサイズに伸ばします。なんかエポキシパテの中に中入ってるかな、ゴミみたいな入ってる。腕と水で表面を慣らす。まあ筆でこうちょっと形をね整えつつも、まあ慣らすというような感じで表面をツルツルにしてあげます。そしたらね、あのプリーツをつけたいと思います。本来もうちょっと下が固まってから別パーツでつけた方がいいんじゃないかなという気もするんですけど、今回の場合は押してね型をつけるので、この段階でつけておきましょう。こんな感じで、よいしょ、あんまりグッと押すとね下のあれまで潰れちゃうんで丁寧に丁寧に。大きいと思ったらね、切りましょう。よいしょ。この状態で今からだいたい2時間ぐらいですかね、放置してもうちょっとしっかり固くなるまで、置いておきます。そうしましたらね、およそ2時間ぐらいですかね経ちまして、ちょっとベタつきもなくなってきた頃なので、作業をまた進めたいと思います。爪楊枝を、400番ですね、爪楊枝を400番の紙ヤスリで磨きまして、400番で磨いて、800番でちょっと仕上げもしといて、ツルツルになりましたね。これでトモールドを刻んでいくと。とりあえずその外形をねきちっと整えることですね。でポケットって上からちょっとかぶさってるじゃないですか。ですんでそういうものを作りたいときは、まずですね、僕はいつもまあこの細いこういうもので、ここをグッとこう押すんですね。こうやってやってやるとね、こうまずここにこうえぐれができますよね、綺麗にね。こうパテのね刃を入れて、でですね、その上で少し奥へ行きましたんで戻してあげる感じ、こう上からねキュッと戻してあげる感じ、ちょっとだけ上からかぶせるように押さえた上で整えると、するとまあわずかですけどね、こう逆三角形になるというか、こうこうこの角がね出るような気がするんで、よりポケットらしいかなと思うんですけど、